だけどちょっとまあまあ。皆さんこんにちは。はい、またこのシリーズが帰ってきたんですけれども、はい、マッコウ切りはしない、つくとつきはしない、つばずり合いだと、で毛先切りであるとかいろいろやってきたと思うんですけれども、今回は後ろから攻撃をするというパターンでございます、うん、まあ、あのコメント欄に来てたのはですね、そもそも正面から攻撃ショートするから負けるじゃないかと、だったらもうこうね、そろそろと後ろから寄っていって攻撃する方が、ね、勝率が上がるんじゃないかっていうことなんですけれども、まあ普通そうですよね。そうです。ただ当然もちろん後ろから攻撃される場合の対策も当たり前ですけど、技としては存在たくさんしているとあります、あります、はい、ということで本日は敵に後ろから攻撃された場合にどう対応するのかっていうところにフォーカスして解説していきたいと思います、うん、はい、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、後ろからの攻撃っていうのは、武家社会ではね、必ずね、参るって声かけるんです。参る、あ、なるほど、わざわざ自分から攻撃しますっていうのを言う、まあ、ごめんっていう言い方もあるみたいですけどね、棟梁の場合は参ると、で、それを言わないと勝率上がるじゃないですか。そうですよね、うん、だけどそれを言わずにもし失敗したら自分がこれなんで、これ礼儀なんですよ。で、参ると言って声をかけて、それで切られた場合は不覚を取ったということになるんで。なるほど、はいはい、まずそういう常識が日本にはあるという前提で、一応ね、そこはね、はい、まあ、今日は言わなくていいけど、はい、言わなくても大丈夫、はいはいはい、まあそういうことですね、はい、じゃあまずオーソドックスに上への攻撃しようかね、後ろから、はいはい、頭を狙ってくる、はい、そうですね、はい、分かりました、はい、はい、ありがとうございます。これは今一瞬で相手がやられましたけれども、何が起こったんですか今のは。これはね、はい、あの察知した瞬間、あ、来るなと察知した瞬間に、このね、軸は変えずに、はい、さっと左足こっちへ出してるんです。これに連れて回転すると外れるんです。回転すると外れるんです。ほら、あー、その回転で自動的に、 それに合わせて刀を上に抜いて使っただけで、仮に遅れてもこうなってるんで。なるほど、受け流しの姿勢に、うん、そうそうそう、原則一緒に終わるっていう、受け流してパチンじゃなくてスルーして終わるっていう、食い違って当たる当たらないっていう、そういうことですよね、はい、相手の方が先に抜いてるかかわらずもう同じタイミングになるんですね、うん、あとは目に映った、目に映った時に相手の刀がどこにあるか、これでも攻撃方法は変わる、うんうん、とおっしゃいますと、うんうん、ちょっとやってみようか、はい、こういう風にね、おお、はい、はい、すごいですね、今のは術理は一緒です。左足を出して、こうして、こう、こうしてずれるわけだね、回転、はい、回る、ところがこう見た時にまだここにあるんですよ、これをこう切る理屈はねえんだよね、こう、こう、投げる、なるほど、そうそうそう、こういう、さらに近いですね、下ろされちゃったとかあるじゃない、フルスイングで下ろされちゃったっていう場合は、はい、うー相手のだから刀の位置によって使い分けができるってことですね、いろんな抜き方で。だから問題はこれの位置、うん、これの位置がこうしたときにここであることなの、相手の相手にちゃんと向いているっていうところが大事です、うん、でこう吊るして使ったか、はい、ここでこう使ったか、こう使ったか、それだけです。なるほど、はい、いつも抜刀基本とかでやっている、そう、相手のコンディションが目に映ったときにどういう状況にあるかでそれを変えるだけ、原則は一緒、はいはい、今のが頭を狙ってきた場合っていうパターンですね、うん、そう、頭を狙ってきた場合ですね、はい、ただ、まあ、頭以外ももしかしたら狙われるかもしれないってことですよね。首ね、首、はい、うん、はい、
ね、はい、うおすごいですね、はい、これはね、あのさっきのよりうんと簡単なの。あ、そうなんですか。むしろ現実的かな、ある意味。首をいってやろうとしようから。こう来るでしょ。そのまんま何も考えんと、右進めて回転するだけで外れるんだ。右進めて回転するだけで外れるんだ。この動きにつれて外れていくんです、ほら。なるほど。で、ここが開くから、そこへこう出したわけ。そこへこう出したわけ。バットが早い。はいはいはい、で、こっち側っていうのは調子よくないの。左に刀刺してるから。なんかこうなっちゃうね。本当にいち早く察知できればこっち側ってのはこうなった方がいいかもしれない。こっち側ってのはこうなった方がいいかもしれない。下手になんかやろうとしないでね、抜いて構えるんですね、うん、でこっち側の理は脇差しだ。こうなってるでしょ。はい、脇差しが入りました、はい、でこうやって歩ってんじゃない。はい、うん、これでも構わないです、うん、はい、うんうん、ああ、兆しを使ってしまうっていう。そう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 。あるいはこうやってきてもいい。いや、ほら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 。で、ずれていくからね、位置。振り返るだけなの。こういうことになってくるね。意外と首を狙われる方が簡単なんですね、避けるのは。この動きに、ふーってずれて外れるから、はい、方向が一緒なの。はい、回転。そうですよね。そうそうそう。逆はすごいわ。そう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 。バットのすごい状行かない、なかなか調子悪い。避けました、攻撃しましたになっちゃうんで、じゃあ遅いですね。だ結局シャンチャンバラバラになっちゃう、ね、で高さの別で、はい、そうですね、言うと今度はあの一の胴のラインあたりかな。あ、首より少し下、胸のあたりですね。はい、うん、はい、こうきた。これもこれで外れっから、こうほら、これもこれで外れっから、こうほら、回転に合わせてこう外れて、この方向を使えばいい。おで、これをセンターに持ってって鞘下げてこうなる。流れの中でもう、そう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 。これは首の方では柄で払わなかった理由は、一の胴を狙われる時の方が刀の位置的にどけたいからっていうところですよね。そうそうそう。だからこれここにあるでしょ。だからでここだったでしょ。これね、こっから上の話ね、これが使えるの。基本的にそうですよね。じゃあ腰抜きつけてきたらどうなんだった。これ使えないんですよ、ここだから、うん、そうですよね。それ、ああ下げてってできないですよね。変な話なんで、はい、無茶、うんうん、腰、うんうんうん、さらに下がってきました。はい、おー、鞘で下っても脇出しちゃう。多少下でもで刃の方もね、この厚み踏んでいける。なるほど。でほいっ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 、うわうわうわ、すごい。この使う顔の方に振られるやつですよね。あとこっちも力が半減してるっていうか、まあ、うん、止められてるんですよね、途中で。あの手元止めてるからね、先に力が生まれそうになる瞬間に手元止めてるんで、よく関わってるじゃないですか。物落ち受けてるわけじゃない。これ力もうないんですよ。そうですね、発生する前に止められてる。この前だったらこれで、うわ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 、もうもはや物抜かずにでもいけるぐらいですもんね。バーンって打ってから刀取れる前にもあるんですよ。取れる前、はい、はい、うわなるほど。弱いな。で、自分のじゃないから、パサって刺してもらって、こう切ってもいいしね。そうですよね。これをさらに低く来られたらさすがに不利なんじゃないですか。でも先生、足とか例えば、あ、同じ、後ろから同じ、うん、ただ後半ちょっと違くなる。はい、同じなんです、首で回しても。そうですね、わざわざ避けたっていう感じじゃ なかったですよね、全然。その条件からの相手の第二撃を考えなきゃいけない。うん、下段攻撃を避けたからって、上ってやるとして、今度この刀は戻せる。はい、左右に振り回すけど、下段からあれば。それをするとどういった利点があるんですか。はい、こう外れた時に、
そうですね、この前、うわ、はい、で、仮に飛んで、ここで止めをしてるじゃん。あ、避けられたって思って、はい、ここが速くなっちゃった、速くなっちゃった抜けて戻してきた人の誘惑で、こうなるところ、こうなるところ、うわー、もう自分で切りそうですね、自分のこと。そうそうそう、ポートー、うわー、うわー、ポートうわうわ危ない、これは本当に危ない。結局相手がその後何をしてくるかによって攻撃パターンを変えてっていうことなんですね。避け方はほとんどもう何の仕方はそんなにいくつもない。あとは相手の体の状態、刀の位置で、それで自分がどこに柄を向け、どこに刀の刃を向けているかを考えればいいか。ちなみにこれ後ろから背中をついてこらわしてきたと思ってたんです。つまりね、突きの刃がこういうことができなくなる。うーん、そうですよね、うん、はい、ね、剣術にもちょっと、うーん、なるほど、そうです、はい、まさか俺こっち行くと思わなかったですね。左腰に刺してるから、うん、この回転でこうやったのがこれ使えるか、うん、この下を通り下を使う、ね、下を使う、ね、下を使う、はい、下を使う後ろ詰められた感じで捉えることもできますし、そうそうそう、今みたいな感じで打ち落としてから、うん、で向こうずりにもなっちゃう、うん、起点が効けば、おー、無糖。うわぁ、しかも掴んでる。なるほど。無糖ドリルは普通手でね。手でこうやる。手でそうですよね。これが、こっちが構成してるか、こっちで。まあ、押し込む。押し込むより簡単ですよ、ね、あ、入りやすいですよ、ね、そう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 、あとは黒くなっちゃうけどこう来てそうカーンと垂れてない、うん、で巻き返してくる人もいるわけだな、じゃあお前じゃあお前じゃあお前うーわー美味しいね、しばらついて応用ですね、そうそうそう、自分の技を、はい、いろんな技術を使えばどんな状況でも対処できる、そう、そういうことですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。